ということで、そうですね、この秋は、まあ、おすすめというか自分が注目しているのは小物使いかなと思っているんですけど、今日の衣装もちょっと太いベルトで締めてみたりだとか、あとなんか気になってるのはベレー帽とか、ちょっといろいろアイテム増やしていきたいなと思ってます。ファーストアルバムリドリームが、リリースになりました。このアルバムはですね、私がソロデビューしてから約2年分の、5枚のシングルに加えて、あと新曲3曲と、e-girls のフォロミーをドリームアミバージョンとしてセルフカバーした楽曲と、全部で17曲入っているんですけど、もう本当にボリューム満点なアルバムに仕上がっています。そしてリード曲のリドリーム、アルバムタイトルのままの曲があるんですけど、その曲も今の自分自身の意思表示だったりとか、なんか気持ちっていうのをそのままストレートに歌詞に書き落としたので、ぜひそちらも聴いていただいて、未来に向かっていく、まあ、まっすぐな気持ちというか、そういう部分を、感じてもらえたらいいなと思います。この楽曲の、ミュージックビデオは初めて、ソロでは初めて、踊ってるんですけど、まあ、ソロの楽曲の今までの中でも一番すごくコミカルな、ミュージックビデオになってるかなと思います。ダンスもそうですし、あとなんかちょっとした変顔みたいなシーンも入っていたりだとか、なんか今の自分のいろんな表情を楽しんでもらえるミュージックビデオになってると思います。